これでいいのかな、行ってみたいと思います。ですね、まあ単純にバラして組み立てるだけのですね、ニコンの200のオートニックホール、まあ、これのですね、ちょっとなんとなく尻切れっぽくなってたので、ヘリコイドグリスのですね入れ替えをやったその、最後のところに組み立てんところですかね、ちょっとですね喋っておこうかなと、思います。この、まあ、あのバランス下のまたこうやってやって元通りのところに組み込んで、この、まあ、自分でつけた印ですよね。僕は一番押し込んだところに傷をつけて、ここも、だいたい揃いになってて、ここにどれだけ沈み込んだかっていう印をつけてって、こう、まあ、だいたい同じところに溝に入ったなというのを確認して、これ何回かですね、バラしてヘリコイドグリス入れ替えてってやって、結局ですね、普通だいたいこの辺だろうなっていうヘリコイドグリス入れたんですけど、もう重くて動かなくてですね、もうとにかく緩いグリスを、入れて、まあなんとか一般的な普通の重さに、なりました。ただ柔らかいグリスを入れるのは当然、滲んでくるリスクが高まりますので、ちょっとですね、まあ一種の賭けというか、ちょっと躊躇するところがあるんですけど、まあこういうふうにですね、組んで確認すれば、まああとはもう元通り、組んでいくだけであります。もうとにかくだから手持ちのグリスの一番緩いのからやっていてちょうどいいぐらいな、感じでした。で、まあこれは、で、実際にはですね、ここに無限のストッパーが、ありますので、まあ、これくっつけないとですね、この辺全部ネジロックがかかってるんで、ネジロック入れながら組み立てて、くるくる回るな、置こうと思います。まあからそういえば前回の録画見てたらもう夢中になって吹いてるとこう手元にこう持ってきちゃってなんかずーっとこう机の上だけが映ってる動画が淡々と流れていてです。何のこっちゃみたいな、夢中になってくるとやっぱり近くにって来ちゃうんで、これも出てこないかな。すぐね、この口が固まっちゃうんですよね。すいませんでした、そんな感じ。なんかあまりこう、映ってる範囲が飛び出しちゃって。そう、で、このネジロックの、やり方ですね。たまたまちょっとニコンの人に聞いてみるチャンスがあったんで、このオートニコールの中をですね、その持っていきまして、どうなってんですかこれつって聞いてみたんですが、こういうネジのですね、ところに入り込んでいる、ネジロック材は、このネジ込む前にですね、つけて、ねじ込んじゃう。で、まあ、通常のトルクで締めておきますと、固まって緩めるときにはそれのまあ2、3割増しのトルクじゃないと抜けてこないという、まあ、そういう理屈で、ネジロックをかけておくと。空気、金属と金属の場合は空気遮断効果型の、ネジロックを使うという、じゃあこれしぶ、それで、次にこれかな。こういうとこもまあ、
できるだけ掃除してから少しでも油のにじみをこう遅らせたいというか、あの最近の AF ぐらいからのニッコールは全部こうオイルバリアーっていうのを塗ってですね、こうにじんでこないようにしているんですが、まあこの辺のオートニッコールはそんな気の利いたものはないので、こういうところかな。全部にじんでまいりますので拭いておくというところで、こうですか。この切り欠きが、あれ？ちょっと首出しとかないとこ立たないね。ここも、ネジロック。それで、その、この3つなんだっけ？なんか忘れてる気がするぞ。あ、これか。いいのか。まあ、こういうネジは全部入れてあげると。この6タイと263で24時間だったかな。こいつで、こいつと、そして、絞りリング、これ AI のやつに取り替えました。ここもあのちょっとモリブデンでは重い感じがあったので、この同じグリスですねを入れました。少し軽くなった、気がします。でちょっとマウントがですね、最後の最後にもう一回、ネジロックしようと思うので、ちょっと今は、あれ？ここか。ちょっと仮止めでですね。あ、そうそう、これ貼んなきゃいけないんだよな、最後に。あれ入れる前に、貼りたいっすよね。で、今度こいつの切り欠きから抜けて、この時ここが大体無限なので、なんかおかしいな。先にはめちゃいけないんだっけ？かもしんないですね。もしかするとあれかな。
ストッパーは後からかもしれないですね。ちょっと一個止め。それで、このガタがある分、ここのカチンってと窓がぴっちり無限になるようにこう調節できる、ちょっとガタがありますんで。もうちょいこっちかな、そういうとこで。ぴったり合うと。いうとこで、本締めをしますと。で、さっき止めたところのネジ。こうちょっとし頭出るようにして、はい、これでまあ大体、ああこんなもんかな。一番緩くても結構重いですけどね。まあこんなもんかな。まあ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 の、感触です。で、あとはまあこいつを、でですね、このあの今のネジロックの話題なんですけど、まあ、ネジにつけて入れて空気遮断効果型で金属同士がくっつくというの他に、ここにですね、穴が開いていて、こうねじ込んだら、こう下にギアが、ネジのあの、溝が見えていて、で、緩めるときはここからですね、シンナー入れてってやってたんですが、これはですね、やっぱりギュッて締め付けた後にですね、サラサラのニスとか、まあ、今だったら浸透型のロックタイトがありますので、緑色のやつだったかな。で、それを、この、全部、締めた後に、こっから、ちょこんと入れる、そうです。なんか注射器みたいな、そういう、入れる機械があるらしいんですけど、キュッてやってあげると、ポンポンポンと、入るという、止め方をしていると、いうふうに、教えてくれました。ということで、で、これは今、いわゆるニスですね、を入れておきました。だからまあ、あとはここを貼ってですね、こいつを、入れてあげ。で、これ先週フキ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 偉いなんか手こずってやってたのを、まあ一応、最後完成させて、拭いておきました。まあ、ちょっとなかなかゴミが入っちゃうんで、どうしても、厳しいところなんですが、まあなんとかですね、やりまして。だからあとこの紙をここにくっつけて、これ入れちゃったらもうくっつけられませんので、これはもう接着剤塗ってもしかね、ペタペタペタっと貼って、もうこんな感じで当時の接着剤跡もありますので、同じようなところに接着剤をちょん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 ってなんかつけた風な見えますね、なんかね。そしてここにこう、くっつけてあげると、
とでしょうか。ただね、紙の貼るだけなんで、さすがのニコンだけあって寸法精度がピターッと出てますから、こうもうくっつけちゃうとどこが始めと終わりのあの筋が入ってなんかわかんないからピタッと、貼ることができました。これはやっぱすごいな。これがあの、こうなってこう乗り上げちゃったりですね、足んなかったりなんかして、さすが、これはさすがニコンですよね。もうどこが始まりかわかんないから、ピタッと。で、まぁ、ちょっと、これはもう自然に乾くのもあって、ね、この中の植毛を貼りました。そしたら、これをガチャンと入れるんです。これがね、またよくわかんないのは、なんかね、法則があるんですよね。これ最小絞りにして入れましょうとか。どういうあれになってんだろうな。最初のここが溝なんですけどね。で、最小絞りでいいのかな。で、開けるとこう開いてきて、こういう感じですよね。見えますかね。で、こう、連動してると。こんな感じなんですが、まあ、この位置でしょう。で、これ入ってると。ちゅうとこで、これを、これが最後こう飾りになるので入れといて、でここがですね、こいつの溝がここに来るんですよね。この位置にね、こうですね、このなんていうの、削れてる、そうですね。で、こいつか。これがどれだっけな。ほら、指にくっついちゃった。あれあれ。かなり視力が、もう見えないですね。お、見た。これ違う。ん？もうちょっとでかいもんなすね。なんでかすぎて。これがあの、ぴったり合ってるマイナスを使わないと、中で砕けて、で、これこうで見えなくなりますので、まあいいんですけど、あの、ニコの人なんかちょちょってあの、タミヤの艶消し黒を入れたりしてますね。それで今度は、これを締め付けると。で、これはあの、1.7 に膨らんだやつじゃなくて、別のジャンカーの流用のやつが、入ってますので、
どっちなんだろう。これはやっぱりできるだけ穴位置を合わしたいので、こうなんていうんですかね。どっちか、どっちか合うように、こうですね。目標を決めといて、でくるくるくるっと、ここか、ここだ。あと。あと本当に何ミリかですね。で、また例の秘密兵器で秘密兵器でこの辺ですかね。で、クッと、ちょっと今これやっぱり映んないですね、これね。あれ結構グエって回っちゃうな、これ。ちょっと失敗。この辺ですね。ここにこう入れて、ゴム板貼ったのに入れて、こうガッと。そしてもう秘密兵器の出番はなくなり、はい、ちょうど、同じ位置に来ましたので、大まけ力だともうちょい回りそうなんですけど、これは古い位置に合わせておきたいと思います。で、この、芋ネジはなんか、ジャンクから外してきました。ぴったり合いそうなやつを。これは黒色ですよね。うん。ネジがもともと黒いからあんまり目立たないですけど。つや消し黒。あれ？どこ行っちゃった？中に入れて、周りを、中にネジ入り込んでますから、こうやってやっても中の塗料は取れませんので、おいで。あとはちょっとこう汚れを取ってですね。まあこれでですね、一遍今ちょっと、あら、こんなとこに、破れが、出てますけど、まあこれでちょっとですね、こうねじろかける前に一遍無限見てみてですね、やっぱり一応実写を、まあコリメーターで覗くだけでもいいんですけど、やって、まあ、一応、大丈夫だなっていうチェックしてから、ネジロックして入れてですね。で、このネジはもう一回外してネジロックつけて入れる。いうふうにすれば、完了やないでしょうか。まあ、あと一番前玉汚いんでちょっと拭いて。ということでですね、まあ、リコイドグリスも、スカスカなのはまあ、重い目ぐらいなんですが、まあこんなもんかなという感じでできましたと。
いうところで、なんだかんだもう30分もかかっちゃいましたが、これキャップとか全然なかったんだっけ。あら、ちょっと、キャップとかなかったのかな。すっごいゴミだらけで、そんなにゴミが入ってたのかなと。はい、ちゅうことですね、ニコンの。まあ、大体オートニックコールのですね、複雑じゃないやつはこういう105でも何でも同じ仕組みになるんでですね、なんか、参考にしていただけたらと、思いました。はい。ということでですね、ちょっと前回で終わらせるつもりがですね、ちょっと清掃のみならず、ヘリコイドグリスも交換ということになっちゃったんで、あれですけど、まあなんとかですね、いい感触になりましたので、はい、ということでこれで200ミリ編は終わりたいと思います。ありがとうございました。